ライジン、ライト級現王者、フィニッシュ率なんとクレベル選手を超える 100%、柔術界の至宝です。佐藤選手の魅力って何ですか？佐藤選手 100% なんですか？はい。佐藤選手が今までの試合上がれば確実にフィニッシュするっていう。そうです、ね。すごい信頼感。佐藤選手の柔術ってもう異次元だ。ドブルとクレベルの柔術黒帯って言ったところで、黒帯の中でもすごい黒帯じゃないですか。普通の黒帯とそうでない黒帯がいて、佐藤選手は普通ではない黒帯だと思って。出ますね、クレベル選手もボコボコにされるって言ってましたよね。そうですよね。いや本当そうです。練習中なのでこう柔術にオリンピックがあるとすれば、日本代表で金メダル取るような柔術を持ってる人だと思うんですね、サトシ選手、はい、なのでそれに備えるっていうのは、うん、なかなか難しいのかなと。サトシ選手はこう柔術を MMA の中で取り入れてる柔術になってきてるので、かなり進化したものになってるかなっていうふうには思いますね。オメルト・サトシ・ソウザ VS 中村慶太郎。